に素焼きした粘土に、水に溶いた釉薬をこうざーっと流しかけていくんですけれど、この地の粘土の部分、素焼きをすると、こう水につけても溶けない状態になるんですね。で、この釉薬に含まれている水分、これをこう吸ってくれて、粉状の釉薬がこの表面に定着する。そんな仕組みで、釉薬をかけていっています。まあ、指で持っていたところの跡、これ、残す作家さんもいるんですけれども、私はなんとなく、指があった跡を消しちゃってます。よくなんか、陶芸分かってらっしゃる方が、指の跡は残さないのってよく聞かれるんですけれども、今のところ、なんか消した方が自分の中でしっくりくるから消しているような感じですね。外側からかけて、次内側の方に、こちら今かけてるのと同じ薬をかけていきます。ものによるんですけれど、内側からかけてしまうと、内側にかかった釉薬の水分が外側に蒸発するんですね。で、それによって外側の薬が薄くなってしまう。あまり外に出ていってる水分に邪魔されて、うまくかからなかったりすることがあるので、こういう花瓶みたいな袋物の場合は、結構外側からかけることが多いですね。かけているものはこう片手でどうにか持てる感じのものなので、こう乾かす間こうキープしているのがそんなに辛くないんですけれども、大きい壺とかそういう場合だと、こう手で持ちながら乾燥を待つっていうことが難しくなるので、そういう時はちょっとこのボールのところに橋のような感じでたたらいたっていう木の棒をこう渡して、その上に壺とか置いてザバーっとかける、そういう感じでやったりもします。
内側をかけるときは、ちょっと全体にこう、ぐるっとかかるようにしたいので、あらかじめ、釉薬入れる前に、器を持った状態で手をぐっとひねった状態にしてあげて、釉薬を入れてあげる。で、ひねった手をこう、360度ぐるっと回転させながら、中の釉薬を捨ててあげると、こう全体にかけられる。こんな感じでやっております。外側1色目の釉薬をかけられましたので、次2色目の薬をこの上半分だと多いか、3分の1ぐらい重ね掛けをしていきます。頻繁に使う薬だとそんなに大丈夫なんですけれども、半年ぶりとかに使うものだと、こう沈殿して固まってなかなか混ざらないということが起きまして、これが多分そうだな。今からこのくらいのところまで薬を重ねがけるんですけれども、逆とここまでかけた釉薬がどん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 溶けて流れて、ここら辺ぐらいまで重なった色がこう出るんじゃないかなっていうのを予想しながらかけていきます。
で、あの、重ねた釉薬の色が出るのかは焼いてみてのお楽しみなので、うまくいくかどうか、わからないですね。よいしょ。こちらにはもう一種類違う色のものをかけていきます。感じで。